長崎メガネ橋シミ畑中鉄橋、アーチ橋とは、上に凸な弓のように沿った曲線、すなわちアーチ構造を使って荷重を支える橋の形式である。本校ではアーチ橋の一種に位置づけられるローゼ橋、ランガー橋についても記述する。アーチ橋の気候アーチ橋は、上に凸な弓なりの構造体を用いて荷重を圧縮応力だけで支える。 アーチ気候の橋である。すなわち、渦上段に示すように、外部と自重により作用する、下向きの荷重が、アーチ部材の内部において圧縮力に変換され、両端の視点へ伝達される。一般的な桁橋では、曲げによるたわみが発生し、主桁内部では上側に圧縮応力と下側に、引っ張り応力が発生するのに対し、アーチ橋ではほぼ断面内に、 一様な圧縮応力だけを発生する。したがって、アーチ橋はその構造特性から、桁橋と比較して、以下のような特徴を持つ。下に凸な弓なりの構造を持った橋は、キューブ材が引っ張り力で支えているので、ボーストリングトラスと呼ばれるトラス橋であり、アーチ橋ではない。キューブ材にかかる力の向きが逆である。アーチ橋の基本形態アーチ橋は、 その支持条件によりいくつかに分類される。ヒンジアーチは、ソリッド構造に、単純化した礎石作り的な分割を与え有害な、残存応力を抑えながら、軟弱な基礎視点にしようとしたもの。アーチ橋は優美な曲線を描き、景観にも優れた構造である。中小規模のアーチには、設計、思考の簡易さから円庫、または大円弧が用いられることが多い。一方、 長大アーチ橋では、その特性を活かせる、双曲線が選定される。また、アーチの高さを、アーチライズと呼び、アーチ橋の特性や外観に与える印象に影響を、与える。アーチ主観に対して、アーチライズの高いアーチ橋は、外観にオーソドックスな印象を与える。一方、アーチライズの低い形式は、近代的で、シャープな印象を与え、 構造的にも桁橋の挙動に近いものとなる。ローマの水道橋、ポンデュガールヤスズミ橋河北省、長剣木造の橋、近代教古代ギリシャで発明されたとされる説や、紀元前30世紀頃にメソポタミアで尖った形のアーチが作られ、それが円形に進化したとされる説がある。なお、メソポタミアのものはレンガを材料としていた。いずれにせよ、 アーチが安定した構造であることは古くから知られていたようである。紀元前1世紀頃にはその技術が古代ローマに伝わり石のアーチ橋が多数かけられるようになり、一部は現在も残っている。長い橋を作るためアーチを連ねる場合もあり、これも古代ローマの水道橋などが残っている。半円形の場合、長さの半分の高さが必要であるが、15.16世紀頃の イタリアルネッサンス期には、楕円や懸垂線の扁平な形のものも、作られるようになった。中には、橋の上に、家や、店舗などの建物が乗ったものもある。18世紀、産業革命により鉄が使えるようになった。最初の鉄のアーチ橋はイギリスで1779年、完成した、その名もアイアンブリッジであり、最初の鉄橋といえる、現役で使用されており、 世界遺産に登録されている。現代の橋は鋼鉄であるが、この橋は中鉄が使われている。一方、中国にも起源前にアーチ橋が伝わっていたと記録されている。現存しているもので古いものでは、隋の時代の安曇橋がある。連続アーチの大きな橋としては、露光橋が著名であり1192年の建造である。教師の礼をする時の両腕の形が、 アーチ状であることから、中国語では、アーチ橋を、くぬぎ川橋と表記する。日本には、石のアーチ橋の技術は中国から沖縄にもたらされた、ものが最初とされる。また長崎にも伝えられ、1643年に、メガネ橋が架けられた。これを機に、九州各地に、石造りのアーチ橋が架けられている。熊本の通順橋は、考え用の水路橋として、知られている。 日本の石像アーチ橋に関しては、メガネ橋も山椒木造のアーチ橋と知られている、近代橋も1673年に中国の同盟の橋をモデルに独自技術で仮設された。日本ではアーチ橋は古来、ソリ橋、太鼓橋などと呼ばれてきた。ただし、これらの中には、形はアーチだが途中に橋脚を持つものもあり、 この場合はアーチではなく桁橋の変形と言える。アーチが二つあるアーチ橋はメガネのように見えるのでメガネ橋と呼ばれている。一つのアーチでも上が盛り上がっている橋も単眼鏡に似ているのでそう呼ばれることがある。太鼓の銅のように上に張り出しているアーチ橋を太鼓橋と呼び、石造りが多いが金属製、木製もある。中国庭園、日本庭園でもよく使われる。 ニューリバーゴル受教鉄筋コンクリートアーチ橋の草分け、ザルギナ・トーベル橋現代のアーチ橋においては、その構造材料として主に鋼とコンクリートが用いられる。鋼は人生に富み、特に引っ張り応力に強いが、圧縮応力にも同じぐらい耐えられるため、アーチ橋にも多用され、士官を飛躍的に伸ばしてきた。高アーチ橋の最大士官は500メートルを超え、 吊り橋やしゃばり橋に次ぐ、調子管を誇っている。高アーチのうち後半を組み合わせた箱型断面であるものを、ソリッドリブアーチ、三角形を組み合わせたトラス構造のアーチを、ブレースドリブアーチと呼ぶ。コンクリートも現代の構造材料として代表的で、ある。コンクリートの特性は圧縮力に c いが、引っ張り力には弱い。したがって、 アーチ橋の圧縮応力だけで支える構造に最適である。桁橋のような曲げが卓越する構造では、過大な引っ張り応力の発生が避けられず、長大化を図れなかった。この問題に対処するため、あらかじめ圧縮力を強制的に与えておく、プレストレストコンクリートを長大桁橋に用いる。しかしアーチ橋は圧縮応力で支えるため、 p c を用いずとも長大化を図れる。コンクリートアーチ橋は単なる鉄筋コンクリート構造でありながら、その最大主官は200メートルを超えている。アーチ橋の形態光とコンクリートという近代材料を得て、現代のアーチ橋は構造の自由度も広がった。アーチ橋はその形状により長士間の架橋が可能となる構造ではあるが、弓なりとなった形状に人や車を渡すのは、 困難であり、アーチ部材とは別に平坦な路面が必要である。近代までのアーチ橋では石材を主材料としていたことから、渦上段に示す、密る複式上路アーチ橋が主流であった。上地とは、アーチの上にベッド路面を設けることを意味し、密る原とは、アーチと路面の間に材料が隙間なく、敷き詰められていることを示す。ところが、鋼やコンクリートを用いれば、 三つる原構造としなくても、アーチの上に柱を縦て路面を設けることが可能となった。この構造は、回復式上路、アーチ橋、またはオープンスパンドレルアーチ橋と呼ばれる。アーチ橋に荷重が作用すると、その特性からアーチ部材が外側に開こうする力が生じるため、長大な上地アーチ橋ではその力に耐えるだけの強固な岩盤が必要となる。三つる福式では、 橋体そのものの重量が大きいためこの力も大きく、主観の長大化には限界があったが、回復式では橋からだが、軽量になるため長大なアーチ橋が架橋できるようになった。さらに、公共を中心として、下地アーチ橋も現代のアーチ橋の主流となっている。この構造はアーチを路面より上に掛け渡し、アーチ部材より路面を吊る構造である。 下地アーチでは路面を受ける構造によりアーチの両端を結び、前述の態度アーチ形式とすることができる。したがって、支点部に大きな力は作用しないため強固な基礎は必要とせず、地盤の軟弱な都市部などでの長大アーチ橋加工が可能になっている。このように、現代のアーチ橋は、回復式上路アーチ橋及び、下地アーチ橋が主流となっている。また、 その中間の構造である中地アーチ橋も用いられる。その一方で、師匠や伸縮装置、排水装置などのメンテナンス上不利となる部材を持たない密る複式上路アーチ橋も一部で見直されており、高速道路の高架橋で用いられている例もある。保護アーチ橋アーチ橋では、アーチ部材のほか、路面を確保するための部材を設けるが、この部材に剛性を持たせ、 アーチ部材と力を分担し合って、橋梁を構成する形式がある。これを補い合アーチ橋と呼び、合成を持たせた部材を補い合桁と呼ぶ。補合アーチ橋は、その分担方式により二つに分けられる。力学的な分類は以上の通りであるが、外見上の各形式の違いは以下のようになる。また、老ーゼ橋ー、ランガー橋は下地アーチばかりでなく、 回復式上路アーチにも用いられ、それぞれ逆ローゼ橋、逆ランガー橋と呼ばれる。コンクリート製の逆ローゼ橋、逆ランガー橋には、ホツヨシゲタを PC 構造としたものが多い。バスケットハンドル型ニール線ローゼ橋の例、バランスドアーチ橋ホ、ツヨシゲタを有するアーチ橋には、蒸気の他にも様々なバリエーションが存在する。 下地ローゼ橋は一般に2本のアーチ部材を有するが、これを1本のみとした構造があり、単元道ゼ橋と称する。単元道ゼ橋は、1本のアーチ部材をどこに配置するかにより、デザインの自由度が高い形式であり、路面中央にアーチ部材を配置した対象形のほか、路面の片側に配置した非対称形の形式も見られる。また、前述のニール線道橋において、 アーチクラウン部で2本のアーチ部材の間隔を絞り込んだ形式を、その形状をバスケットの取っ手に例えて、バスケットハンドル型ニールセンドバゼ橋と呼ぶ。この形式は景観に優れ、シャバリ橋と並んで1980年代より、その過強例が増えている。一方、ランガー形式においては、釣り材をトラス形式としたトラスドランガー橋が、そのバリエーションとして存在する。 前述の通り、ランバー橋のアーチ部材は圧縮力のみを分担するため、軸力を受ける部材で構成される、トラス橋の特性をうまく取り入れた形式と言える。その他、連続形式のアーチ橋としてバランスのアーチ橋がある。これは、渦に示すように、中間の2支点を中心にバランスをとっている構造であり、上地アーチ橋でも、自定式とすることができる。完成した状態における、 アーチ橋は安定した構造であるが、その形状を構築する段階においては不安定であることが多く、巨大なアーチ部材を建設するために様々な工法が用いられる。ロウラオ橋ハシバイオンヌブリッジ。ありがとうございます。